セイバーツラフ王冠セイバーツラフの王冠は1347年に制作されたボヘミアの大冠用宝飾の一部をなす王冠である。ルクセンブルクや出身の11代目のボヘミア王、神聖ローマ皇帝カール4世により彼の大冠式のために制作されたもので、第一のボヘミアの守護聖人であるセイバーツラフへと捧げられ、ボヘミア王の大冠を表すものとして伝えられた。 カール4世の命によりこの新しい王冠は、プラハに近いカルルシュテーン城へと常に保管された。この王冠が最後に用いられたのは1836年に行われたフェルディナント1世の体冠式であった。セイバーツラフ王冠は21から24系の鐘で作られ、奇跡や真珠で装飾された。王冠の重さは2 4 7 5ムで、サファイア19国。 スピネル44国、ルビー1国、エメラルド30国、真珠20粒が使われている。プラハ城9王宮内にある王冠のレプリカ多くの、他のヨーロッパの王家の宝とは異なり、セイバーツラフ王冠は公開されておらず、そのレプリカのみ展示されている。他の大観用宝石と共に、セイビート大聖堂のセイバーツラフ礼拝堂の扉から繋がる一室に保管されており、 正確な保管場所は一般には知らされていない。体幹法職へとつながる入り口の扉は7つの鍵で施錠されており、これらの鍵はそれぞれ、チェコ共和国大統領、チェコ共和国議会大議員議長、チェコ共和国議会元老院議長、チェコ共和国首相、プラハ市長、プラハ大司教、整備ビート大聖堂三次会代表司祭が保管する。 大観宝飾はおおよそ5年に一度行われる特別な展覧会のために取り出され数日間展示される2016年5月にはカール4世生誕700年を祝うために展示されたまた2013年にもチェコの新たな大統領就任の際に展示されている2018年の公開ではガラスケースに収められ来訪者が すべての面から干渉ができるよう公開された。古いチェコの伝説では、王冠は、セイバーツラフ個人に属するもので正当なボヘミア王の戴冠式にのみ使われるものであり、三奪者が王冠を被ると一年以内に死ぬ運命が、待っていると伝えられる。第二次世界大戦中、ナチス、新英大国家法案本部長官兼米面命令、保護領副総督であったラインハルト・ハイドリヒ、 新衛隊大将は、セイビート大聖堂の調査の際こっそり、退官したと言われるが、退官後一年を待たずして、チェコのレジスタンスにより暗殺された。ハイドリヒがそうした証拠はないのであるが、この伝説は広く信じられている。ありがとうございます。